ルシーとんでもない裏技で PSR を回避していた模様。チェルシーが6月28日に女子チームを売っていたことが判明、 PSR 回避法として現ルールの抜け穴をついた形に。ほぼ利益が出てない女子チームに2億ポンドの売却額、売り先は 100% 資本関係の完全同グループ KDH を売ることになった。レスター買うことになったチェルシー、さすがにルール改正訴求適用すべき。ルールの穴をついて誰も気づかなかった PSR の不備を見つけてるので感謝してください。いや普通にダメだろこれ。これが抜け穴として成立する PSR もヤバいし、チェルシーのやったことは財布 A と財布 B があって、ただ財布 A のお金を財布 B に動かしただけ。これでクリアできちゃう PSR の方がどうかしてる。プレミアの会長が手バスなら終わってたろこれ。せこいけど毎度毎度ボーリーよく穴見つけんな。ギャンブル系漫画みたいな抜け穴毎度見つけてくるのおもろい。やってることほとんど帝国学園で草。ずっとやってるのに未だに見直さない PSR くん、何をされてる方なんですか。抜け穴がある方が悪いでしょ。こっちはうまくやってるだけ。同グループ内での売買なんて規制されてそうだけど、どうやってすり抜けたんだろう。チェルシー賢いなぁと思う反面、他のチームが同じことしない理由も気になる。倫理観の問題だけで他のチームが真似してないとは思えないし、よほど突飛な発想だったのかな。抜け穴 M 解明いい加減にしろ、穴だらけすぎるだろ。でもそれでもパーマーの方がすごいから。